ライフルイズビューティフルは、サルミアッキによる日本の4コマ漫画、通称ライフル。2015年4月から隣のヤングジャンプにて連載開始。2017年11月より少年ジャンプでも並行して連載を開始し、2020年7月2日公開の第176話にて完結した。実弾を使用しない。 ビームライフルの射撃競技を主軸とした部活動漫画となっているが、現在はエアライフルに移行している。作者によれば、射撃部を題材にしたのは、特に描きたいものがなかった時に担当編集が持ちかけたのがきっかけである。2019年10月から2020年1月まで、テレビアニメが放送され、秋葉総研アニメ大賞2019で年間2位に選ばれた。 小倉光は、ライフル射撃が大好きな高校1年生の女の子。努力して、射撃部のある女子校の千鳥高校に入学したが、肝心の射撃部は廃分になっていた。部を復活させるためには1日で4人の部員を集めなければならなかったが、運のいいことに、中学最後の試合で一緒だった、同じ1年生の経験者を4人集めることができ、再会することができた。本作は、 そんな千鳥高校射撃部の日常を描いている。声の甲はテレビアニメ版の声優。2019年10月から2020年1月まで東京 MX 他にて放送された。2018年10月18日にアニメ化が発表され、2019年4月25日発売の週刊ヤングジャンプ同年21.22。 合併号にて主要スタッフ及びメインキャストが発表された。マチコ、熊田茜音、南サ八巻アンナのメインキャスト4人は、ユニット、ライフリング4として活動することが発表され、公益社団法人日本ライフル射撃協会公認の宣伝大使やライブ活動を行っている。歌は、小倉光、渋沢泉、名野浜エリカ、五十嵐節夫によるユニット、 ライフリング4が担当。OPED 挿入からライフリング4による、ウェブラジオ、ライフルラジオビューティフルが、2019年10月13日より、アニウタアプリにて毎週日曜23時30分に、配信。メインキャストの声優4名が、公益社団法人日本ライフル射撃協会の、宣伝大使に就任している。ありがとうございます。